何もないからいいよっていうのが、で言えるのが内面が充実してきて、自分の生活とかそういう農業っていうお仕事がすごく充実しているから、そういうふうに言えるんじゃないかなと思って、すごい感動しました。第二の人生というかセカンドライフは、一番初めの人生と同じぐらいに大切なこれから要因になってくるんじゃないかと思うので、コミュニティカフェバンホフとしてチャレンジショップとしての貸し出しを行い、地元の起業してもらいたい人に使ってもらったりもしてます。また、テレワークができるような環境としてフリー Wi-Fi であったり無料で電源コンセントを貸し出しています。やっぱりその普段スーパーとかで何気にこう買ったりとかしていただいてる野菜なんかもいろんな思いを持って作られてる方がいるんだとか、いろんな経緯を持って農業やることになった人がいるんだなと思うなど、今まで常陸大宮という場所自体も知らなくて今回初めて知って、これからも収穫に寄らせていただけたら嬉しいなと思います。でも皆さんね、共通してるのはやっぱりこうね、人生楽しんでるなっていうのがね、肌身で感じるっていうのがあったんで、私もね、そういうふうになれるようにですね、こう、もう一回ですね、こう、関わりながら、そういうふうな生活環境を作っていけるように頑張りたいなというふうに思いますが。本物の自然の川って言われる中川、鮎が日本一というカヌーをするだけじゃなくて、こう、自然豊かな、こう、生き物が、こんなに見れるんだっていうのがこんな中川ならではの魅力に惹かれてこっちに引っ越してきました。結果としてその産業を作ったり、そのお客さんとのいい関係を作って、幸せに楽しく過ごされているということがとても印象的ですね。今回参加されてた農家さんたちが未経験から移住でやったみたいな方たちが多くて、そういうところからでも自分もちょっと農家いろいろできることあるのかもしれない。価値観すごく広がりました。